はい、というわけで2日連続拡張パック第4弾開封、イエーイ。今日は後半ですね。なのでこちら超次元の棒銃開けていきます。例によってスーパーレイジョが1枚確定封入。前回ですね、前回はこのグラジオがね当たるという超幸運を持った鬼と石ですけれども、今回はですね、ルザミーネをね当てていきたいなと思います。まあ、僕はね持っている男なんでね、ただ個人的には僕神剣 GX のスーパーレイも欲しいっすね。結構神剣好きなんで、はい、というわけで開けていきましょう。ほい、よっしゃ、行こう。はい、アクジキング GX のおしゃれなかっこいい感じのパッケージ、これがアクジキングです。じゃじゃん。さあ30パックを開けていく。1パック目、さあまずね序盤からねいいカードを開けていきたいな。序盤からね僕神剣 GX 当てていきたいな。いきましょう。ウリム、はい、ウリムね、ビードルね、あ、ホルドね、うん、ホルドね、ホルド、お、あ、ローラライチュー、サーフテール、なんとこのポケモンね、スターチェーン出てれば逃げられます、エネルギーなしで、いいね、はい、ピアレユータ、ほい、2パック目、まあ、序盤はね、まあ、カードの紹介もあるんで、まあ、まずはね、ゆっくりやっていこう。あらかわいい、あらかわいいピカチュウ、ピカドローだって、ピカドロー、ザ・アドラ地方っぽいピカチュウですよ。お、ルザミーネ、このカードのスーパーレアを今日は狙っていってるわけですけれどもね、もうお母さんですよ、お母さん、リーリエさんのお母さんですよ。いいですね。あー来た、カウンターエネルギーですよ。鬼太一一押しのエネルギー、カウンターエネルギー、このカウンターエネルギーをねぜひ皆さん研究してほしいなと思います。はい、非常に強力な一枚です。で、オコリザルね。あ、これは来ました。せーの、はい、アローラナ CGX。 で、これね、あのタワーゴーランド GX 結構ね、エネルギーをねグワッと動かせて弱し GX っぽい感じの雰囲気がするポケモンですけど、トロピカルヘッドがね、エネルギー1個から2個から3個からね好きなエネルギーの数で使えますし、ドラゴンハンマーね結構エネルギー重いですけれど、まあ、混乱にできるんでそこそこいい感じかなと。はい、で、ムエマージもね、これもいいポケモンですよね。この技、ダブルドラゴンエネルギー、ダブルショックエネルギー、ストロングエネルギーとね、そういう特殊エネルギー全部つけられません。これがね、また打ったと、カオスイール強い、おすすめの1枚です。はい、さあ、早速 GX 出ました、1枚目。少しね、はい、ちょっとしたエネルギー付け替えっぽい感じで、はい、使えるグッズです。逃げられますね。入ったモモエル、モモエルはねこれ結構いい特性ですよ。これあ、でミロカロス来ましたね。ミロカロスこれ慈しむ覚えてますよ。ダメかがってやりゃんビーチポケモン1匹とついている全部のカードを山札に戻して切るカプラヒレ GX っぽい技を使える。うん、素晴らしい。いや、なんか来そうな気がする。もう一回止まろうか、ここで。はい、コレクションの気がするよ。 OK、 モンキー2 3、せーの、ほい、ガモース GX。 これ滝登り、な
70ダメージ。なるほど。竜の災い、スタジアムが出ていれば100ダメージを追加、その後、そのスタジアムをトラッシュする。これまさにあのルザミーレとね相性バッチリですね。ルザミーレでスタジアム持ってきて出して竜の技を使って200ダメージを与えていくと強いですね。ドレッドストーンもね相手の場のポケモン全員についてエネルギーをねトラッシュできるんでタイミング次第ではね非常に強い効果ができます。はい、エネルギー1個でも使えるので、ね、便利ですね。よしよしよし、これでなんとか GX2 匹目。あとはね、あれこれ紙剣これ入ってんの、あはあしまったこのバッグ紙剣入ってねえ。そもそも入ってなかったですね。うん、なんでね僕が狙うのね、パッケージポケモンのアクジキングか特性が面白いうっつろいとかどっちかっていこう。ダブルレイヤーがもしかしたら2枚しか入っていない可能性あるかもしれない。そんな可能性ある？なんのかな？はいよー。はい、バレブ。はい、モルビー。あ、なんかクソ。クソ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 。モルビー。はい。せーの、はい！アクジキング GX、来ました！よし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 、ウツロイドは当たらなかったけど、しかしパッケージポケモンのアクジキング GX 当たったんでよしとしましょう。はい、残り5パック、残り5パック、ゴープリンプリン、はい、しかし2、スーパーレア以上確定だからなんかスーパーレアを当てる気満々でしたけど、まさかのねスーパーレア以上確定枠でスーパーレア以上のウルトラレアというね最高レアリティのカードが当たっちゃいました。いやちょっと完全燃焼ですね。はい、アウアイ中ですね。ちょっとルザミーネのスーパーレアはね惜しくも当たりませんでしたし、ウツロイドもね惜しくも当たりませんでしたけどね、とはいえしかし当たっちゃいましたからね。 UR が UR がね、いやーこれは皆さんもね相当確率低いらしいんでね、僕の運の良さがね証明できたんじゃないかなと思います。そして残り1パック、さすがにもうないと思うんですけどね、残り1パック一応開けますよ。はい、残り1パックはこんな感じでチルタリスエンドというわけで、今回当たったのはこちらの4枚でした。願いのバトンが大戦果ですね。はい、前回の昨日の分かな合わせると、本日の2ボックスの成果としてははい、こんな感じでした。というわけで、今回の開封動画は以上です。皆さんもレッツ開封。